変な冒険。静かに、お兄ちゃんが話してるんだから。今日から女皇陛下への誓いをもとにスネージナヤに勝利をもたらしてもらう。You know, I always wonder, why are they different sizes? You know? Like, it's so... Like, because the smaller ones, they don't have visions, right? Only the... Like... I don't know where I'm going with this, but it's like... Like...Why the smaller ones don't get visions? I thought Saritza, the Archon, would give anyone who follow her visions. But they're like an exception? I don't know. 極北の寒波のように、スネージナヤパレスの氷のように、敵を骨の髄まで凍らせるんだ。女皇陛下は君たちの忠誠、冷酷、なぜなら俺たちが向き合う挑戦は厳しい。例えば、Oh my god, this is gonna be something. 例えば、リーウェの地では毒願望のラ。タコ。Oh my gosh, this is so weird. What is this? 例え話だよ。戦場もビジネスと似た。だから君たちのリーウェでの。命令に従わなければ裏切りとみなされ。I just want to skip this. I'm feeling secondhand embarrassment right now. Oh my gosh, I want this to be over. 厳しい。クビになったらきっと悲しいよね。同時に気を配るのは無理か。なら、いや、直接実践訓練に入ろうか。実践訓練？だって、強い。おい、今、執行官様が実践訓練と言った。執行官様が自ら指導してくれるのか。信じられない。俺らみたいな新兵、本当に大丈夫なのか。どう、問題ある？いえ。いい返事だ。さあ、かかってこい。凍ってしまうよ。ここだよ。
礼で言いたいこと。はい。君たち、俺に体を動かさせる程度にはできてるよ。つまり。Sorry if the fight was long. I just wanted to try how he feels. But I didn't get him. So yeah. 新兵としてなかなかやる方だ。感謝します、執行官様。とにかく健闘を祈るよ。スネージ解散。お兄ちゃん、お兄ちゃんすごーい。ん？テウセルも来てたんだね。旅人と一緒に防除旅館に遊びに行ったと思ってたよ。うわ、しらじらしい。言っただろ、強くなるためなら何でも。もうあの時の俺じゃないからさ。それって魔法武装のことかな。体に重い負担をかけるからね。いざという時にだけ使うんだ。黄金屋で使った後まだ傷が完全。それに淑女じゃないから新兵相手に使ったりはしないさ。Are you trying to say that Signora uses brute force? What? That's something I never would have imagined. 魔王武装？毒眼棒よりも強いの？確かにそういうことになるよな。僕も戦ってみたい。お兄ちゃん。かっこいいからすることじゃないよ、テウセル。戦うの意味を理解。教えてもいいけど。何のために戦うかちゃんと考えないとね。僕、うん、僕ね、トーニャお姉ちゃんを守りたいんだ。Oh my god, that's so precious. いい答えだ、テウセル。スネージナへに戻ったら教えるよ。これからはトーニャを守ってくれるよね。Wait, is he serious?You're gonna teach him? Oh, what? Man, no, I want him to stay innocent. Makasete! Wagamama janai toki no Teuseru wa iiko da na! He's not being stubborn. Wait, what was that whole. We were touring with him and we told him to not do stuff. Wasn't that stubborn?He didn't even listen to us. 結構リーウェにいたし、そろそろテウセルは帰った方がいいんじゃない？え、でもお兄ちゃんはずっと仕事だし、まだ一緒に遊んでな。テウセル、兄ちゃんは忙しいんだ。それに旅人のお兄さんと旅をしたんだろ？もうごまかせないと思ってるだけだろう。じゃあさ、一つ願いを叶えてくれたら。僕ちゃんと帰るから。誰にこんな値切るような駆け引きを教わったんだい。はい、言ってごらん。おお、フラッシュバックスとオールのマニー。ここのおもちゃ研究所に行きたいんだ。まさか例の遺跡守衛が出てくる遺跡じゃないよな。いいよ、テウセルは俺のためにわざわざリーウェイに来たんだからね。弟の願いをちゃんと叶えてあげない。やった。え、本当にいいのか。お兄さんも一緒に来てよ。今回は僕が案内する番だ。おもちゃ研究所、ふん、レイク館にあるあれだね。旅人、君は子供の夢を壊すような人じゃないよね。Oh my gosh, shut up, child. Oh my gosh, this makes me so irritated.